これがですね、大学の宮古港。これが宮古港としてはですね、大学宮古港は、県の国が、管轄で、物は企業が毎日を稼働するようになり、新しい規制を使われて、出かけが楽しくなるようになると、左に向けて、軽自動車としてはそのバックモニターがついたということだと思うんですが、これが出てきたのが2009年の8月ですね。で、当時としてはまあ新鮮だと。でも今はもうバックモニターがついてる、ついてない車ってほぼないんじゃないかなと思いますね。ほとんどのものはついてるかと思うんですが、まあ、ミラココは当時こういう可愛らしい形で、もともと大学はあれです、オプティっていうのが昔90年代あって、そのオプティの前が、あれですね、リーザチャチャっていうのがあったんですよ。で、あれが女性向けの車として、そして軽の高級車というものに今取り組んでたんですけども、まあ、リーザチャチャにしても、オプティ、初代のオプティにしてもですね、あの時代っていうのはまあ外見だけは高級車のようにおしゃれにできてるんですけど、中身がどうしても安っぽかったんですね。で、それを劇的に変えたのが、オプティの2代目、から、まあ旧式に言えばオプティの初代の後期型ぐらいから一気に顔が変わってきて、まああれも2代目と言ってもいいんじゃないかと思うんだけども、まあ変わって正式的にオプティが2代目になった時にさらに豪華になって、外見もより一層豪華になったし、内装も今までしょぼかったのが内装が高級っぽく高級車になったんですね。で、それで軽の高級車ということに成功して、で、まあ今に至るわけなんですが、その次にオプティのその次に出たのがこのミラコープラなんです。で、これで今までオプティだったその乗用車タイプから、こうワゴンタイプへとこう変わりましてね。で、前がこういう感じで、この茶色色っていうのもまた気に入っていたんですが、この色合いもまたいいなというふうに、思います。確かにこう女性の方がこう乗っていただきやすいような車というふうに、まあ、仕上がっていて、なかなかこういうのはいいですね。これでトミカサイズがあればいいんですけど、これはドライブタウンでこの大きさでしかなかったので、まあ買ってきたんですけど、なかなかいい車だなというふうに、思いましたね。
というわけだと思ってございました。